2022年、本日は4月の、ちょっと待ってくださいね、16日土曜日です。金銭寺湖、金銭寺湖、まあそういう風な名前の湖に来ました。まあ、あちらが六甲カントリーゴルフクラブというところで、まあこちらの方がですね、向こう側の方に、まあ続いてます。であちらの方が水門ですね。だからまあ水位が上がってきた時にあちらの方の奥の方に見える水門、あちらの方をまあ開けて放水してるんだと思います。でその結局タイミングですよね。できるだけ晴れてる日にある程度放水しておいて、でまあ溜めれる時に溜めておくと、まあそういうことですね。ちょっと向こうのホームに近づいていこうと思います。ぐるーっと回り込もうとして、奥の方に来たんですけども、立ち入り禁止になってます。あちらが橋で、まあ金銭寺湖の先撮影していたところの左手の上流の方なんですよね。であちらからぐるーっと門の方に行こうかなと思ってたんですけども、今立ち入り禁止になってます。まあ昔は歩けたみたいなんですけども、まあここに広岡関八道の、まあ名前読み方間違えてるかなとかちょっとわかんないんですけども、まあまあここまで来ましたけども、ちょっと向こうの方に行くのは無理ですね。まあこれで撮影終了します。まあ、こちらの方の、河川上流部が船坂峠というところです。で、まあ、そちらの方からの、まあ、河川水門開閉型ダム発電を、まあ、作るべきかどうかというところですね。